みんな満面美なのだ、エルザなのだ。今回は三者帝に櫓は乗せるべきかについて解説をしていくのだ。櫓についてよくあるのが誰が乗るべきなのかという話があるのだ。防衛が乗るべきとか前衛も乗ってなどいろいろあるのだ。そこで今回は前衛武器と防衛武器をそれぞれ使っていた身として櫓に乗る人の話をしていきたいと思うのだ。ただしこの話はどっちかが乗るのが当たり前ということを推奨しているわけではないから、その点だけ注意なのだ。また過去にトッププレイヤーとの対談でも聞いたことも考慮して今回は話していきたいと思うのだ。個人的にはこれを意識してから櫓の勝率が良くなったから結構大事なのかと思っているのだ。ぜひ最後まで見てくれなのだ。単射程は乗らない。まず結論から言うと単射程武器は櫓に乗らない方がいいのだ。ただ全く乗らないというわけでないから注意するのだ。このあたりは後ほど話していくのだ。まずは単射程が乗らない方がいいメリットを見ていくのだ。役割から考えていくと分かりやすいメリットなのだ。櫓前のポジションを抑える。まず櫓なんだけど、そもそも櫓を進めるには乗るだけでなく櫓の進む先を確保するのが大事なのだ。櫓だけ確保して進んでもルート先に敵がたくさんいたら蜂の巣にされてボッコボコなのだ。これじゃあどれだけ櫓に乗っても進めるなんて無理なのだ。じゃあ後衛で前に出るのかと言われると、そもそも射程があっても相手を必ずキルができるわけではないのだ。それよりかは機動力とキル力がある前衛武器が何度も前に出るチャレンジをしていってチャンスを作ってくれる方がいいのだ。前に出ない前衛ほど攻撃を合わせるのが難しいのは後衛ならみんな知ってると思うのだ。それよりかは前に何回もチャンスを作ろうと突っ込んでくれる味方の方がありがたいのだ。この役割を試合中にしてもらおうと思うと乗らない方がいいというのがわかると思うのだ。敵の攻撃を分散させる。櫓より前に行くことによって起きるのはチャンスだけじゃないのだ。相手の防衛の手を薄くすることができるのだ。櫓の上は基本狙われるから敵全員に見られている状態になるのだ。この状態だといくら頑張っても攻撃は避けれないのだ。でも前衛が前に出て敵との対面を無理やりした場合、相手はそれを無視することはできないのだ。いわばヘイト集め的なものなのだ。これをしてくれれば後衛は櫓の上から多少はカバーしたり先に専念できるのだ。前に出るというのは何もキルを取るだけじゃなくて分散としてもとてもありがたいメリットだと思うのだ。櫓上より前線の方が強い。乗らない方がいい理由、最後は櫓上より前線の方が強いからなのだ。櫓の上は前衛武器は弱いのだ。理由は簡単で射程が全く役に立たないからなのだ。そもそも関門とか相手は後衛が無理やり攻撃してくるから反撃できないのだ。反撃するには近づくしか方法がないから、櫓に乗るよりも前に出てもらう方が動きとしてはいいのだ。メリットとしては以上となるのだ。このメリットを考えた時にやっぱり前衛は前に出るのがいいと思うのだ。櫓よりも前に出る方が役割としての貢献度があるから、このあたりを考えるとやっぱり乗らない方がいいと思うのだ。長射程は乗りたい。それでは続いて長射程視点で話をしていくのだ。正直後衛は立ち位置とかメリットから見て乗る方が強いと思うのだ。射程をうまく使える。まず櫓の位置から考えてみるといいんだけど、長射程に関しては櫓に乗っても射程の悪影響は少ないのだ。むしろ櫓に乗って前に出るわけ、射程がマップの奥まで届くから攻撃を仕掛けやすくなるのだ。圧の増加につながるのだ。特に局射が使えるとラストやスピナーなど乗りながら射程と壁裏などに攻撃ができるから、隠れている相手の邪魔ができるのだ。射程があると安全な場所からギリギリという意識があるけど、前線に上がりながら射程を活かせるのはメリットだと思うのだ。僕は櫓の進むルートで相手への攻撃やキルが取れるとかなり強いなと思ってるから、櫓上から積極的に攻めたいのだ。高さの有利を取れる。櫓に乗る方がいい理由としては、高さというのも理由になるのだ。
この高さというのが結構肝で当てやすさに変わるのだ。まずこれを説明する前に高さの当て感を話していくのだ。キンメダイで比べた場合、上と下でエイムのしやすさは変わるのだ。下の方は狙う角度が狭いから当てづらかったりするけど、高さが取れると角度が取れるので狙いやすくするのだ。しかも一番のメリットは、逃げた時の相手の移動幅が狭くなるというメリットがあるのだ。この点を押さえた上で矢倉の上に乗ってみるわかると思うけど、周りのポジションが高くなったりする場合があるのだ。全てのマップではないけど、ある程度敵よりも高い位置を取れることが多いから、高さによる攻撃の角度が取れるのだ。これは攻撃の当たり判定としても狙いやすくなるし、入り組んだマップでは全体を広く見れる方法を取るからとてもありがたいのだ。ただし、砂糖やチョウザメといった関門で下がるマップは乗ると不利になるから、全てで使えないことを覚えておくのだ。味方が前に出やすくなる。大エレが乗った方がいいメリットの最後は、味方が前に出やすくなるというのがあるのだ。これはルール関与意識の高い前衛を前に出すには一番手っ取り早い方法だと思っているのだ。まず前衛でキルを取ってチャンスを作った場合なんだけど、この時矢倉が進んでいないと後ろに戻ることになるのだ。これは単純にせっかく作ったチャンスを潰すことになるから、チームとして連携が取れない原因になるのだ。しかもこの時前線ラインを開けることになるから、敵が取り返しやすくなるのだ。この手間を省けるのも防衛が乗っておいた方がいい理由の一つと思っているのだ。防衛は矢倉に乗った方がメリットがあるという話は以上なのだ。攻撃のしやすさや味方との役割を考えてみると結構しっくりくるのかなと思うのだ。固定概念は捨てる。最後にだけどちょっと注意をしておくのだ。最初に話しておいた通り矢倉乗りは誰が乗ってもいいと思っているのだ。どっちかが乗らないといけないということはないけど、お互いのメリットを考えると防衛の方がバランスがいいよねって話なのだ。ただここで注意したいのは、防衛が乗るべきという固定概念は捨てた方がいいのだ。理由は矢倉が進んでいないのに敵陣で暴れてばかりで味方との連携が取れなくなるということが起きるからなのだ。しかもこういう時は敵がそういう相手を無視して矢倉に来るから、実質人数不利になったりカウンターの原因になるのだ。こういう展開になるとチームとしての連携が壊滅状態になってしまうから、負けの流れになってしまうのだ。ここで大事なのは矢倉を気にかけるという状況把握能力なのだ。そのためには勝つために誰が乗るのかを考えておくと、試合の状況に合わせて見ることができるようになるのだ。矢倉に乗る意識があるということは、矢倉周りの状況を気にするきっかけになるから、乗らなくてもぜひ意識してほしいのだ。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。